はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、借地契約の更新、まあ、借地権の更新と考えていただければ大丈夫です。どういった場合借地権が更新されるのか、これを解説していきます。で、大きく分けると2つあります。合意更新と請求による更新、使用継続による更新、まあ、この2つっていうのは、まあ、セットで頭に入れていく感じで、まあ、合意更新と分けて考えていただくといいと思います。で、まず合意更新からいきます。まあ、これはですね、借地権設定者、つまり地主と土地を借りる側、借地権者との合意によって更新をするという話です。お互い話し合って、じゃあ更新しましょう、これ合意更新です。で、この場合、初めて更新する場合は、初めて更新した後の契約期間、存続期間は20年以上で定めなければなりません。これより短い期間で定めた場合は20年となります。で、また2回目以降の更新の場合、その場合契約期間は10年以上で定めてください。10年より短い期間で定めた場合は10年となりますよ、という話です。まあ、これは簡単ですよね。で、続いて請求による更新です。これは建物がある場合、期間満了するときに建物がある場合、借地権者が更新請求をしたら更新されますよ、という内容です。まあ、物っていう感じに抜けてたんですけども、借地権者が更新請求をしたら更新されるよっていうルールなんですね。これは期間満了の時に建物がないとダメなんですよ。もし建物を取り壊していたとか、まあ、そういった場合は請求による更新はできないんですね。建物がある、期間満了時に建物があって、で、借地権者、土地を借りている側が地主に対して更新させてくださいと言って更新されるものが請求による更新なんですね。で、最初の更新の場合は、更新後の契約期間は20年となります。2回目以降の更新の場合は、契約期間、存続期間は10年となります。で、ここ見ていただくと、建物があって、借地権者、借り主側が更新させてくださいと言ったら、もうそれで自動更新になるのかというところなんですけども、まあ、原則そうなんですね。建物があって更新請求をすると、もう更新されちゃうんですよ。ただそれを拒否することもできるんですね。地主がいやいや更新ダメですっていうことも可能なんです。ただこれって限られた場合だけなんですね。こちら見ていただきたいんですけども、借地権設定者である地主が遅滞なく正当事由に基づいて異議を述べた場合、この場合に限って更新されないんです。この正当事由っていうのが一つポイントになってきて、どういった場合が正当事由かっていうと、例えば借地権者の土地の利用の仕方が契約違反だとか、例えば違法建築物を建築しているだとか、また産業廃棄物とかをどんどん土地に貯めているとか、まあ、つまり借地権者の土地の利用の仕方だったりとか、まあ、または借地権設定者がその土地を利用する必要性、まあ、こういったものも考慮します。まあ、いろいろな事情を考慮した上で、これは裁判所が、まあ、正当事由があるなというのであれば、まあ、更新されないということもあるんですね。このような正当事由に基づいて異議を述べた場合、この場合更新されません。で、続いて使用継続による更新、これは期間満了後に借地権者が引き続き土地を使用継続をしている、また建物がある、まあ、そういった場合も更新されます。ここでは更新請求をしているわけですね。建物があって更新させてくださいって請求してるんだけども、この請求がなかったとしても、建物があって土地を使用継続しているよといった場合も同じように更新されます。これも請求による更新同様、最初の更新の場合は契約期間、存続期間は20年となり、2回目以降は10年となりますよという話で、この場合も借地権設定者である地主が遅滞なく正当事由に基づいて異議を述べた場合に限って更新されません。まあ、おおよそ更新されちゃいますという話ですね。これが借地契約の更新の話です。まあ、試験で出てくる部分は、この請求による更新と使用継続による更新、
まあ、これが大半です。で、合意更新については簡単すぎるのであまり出てきません。まあ、もちろん20年以上、10年以上っていう部分が出てくることはあるんですけども、まあ、これ出てきたらラッキー問題ですね。まあ、絶対時流にしておきましょう。で、請求による更新と使用継続による更新。これはいずれも建物がある場合、これが要件なんですよ。もし建物がなかったら請求による更新できませんし、使用継続による更新もできないので、借地権設定者が更新しませんと言ったら、もう更新されませんので、契約が終了になってしまうと、まあ、いうことですね。まあ、ここすごく重要な部分なんで、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。